これはまた貴重なやつですよ。これを黒箱でして、トヨタのソアラ 2800GT エクストラ。ね。こういうふうに昔はグレードマークをご丁寧に書いてありまして。で、これの当時の黒箱です。で、そして、これがその中身ということになりますけども、これはですね、まあ、初代ソアラは昭和56年、1981年2月に登場した高性能かつ豪華なツーダークーペだ。で、メルセデス・ベンズ 450SLC、BMW6 シリーズなど、リアシートをつないで欧州の高級ツーダークーペが日本でも注目を集めていた。で、当時、トヨタ車でこれを相当するのはクラウン2ドアハードトップのみであり、かつてのトヨタ 2000GT に相当するようなイメージリーダーとなり得る高級パーソナルクーペが必要となった。で、こうした中、排気ガス規制の影響によって低下した動力性能の向上をさせる要領が、出てきたことによって、ソアラが開発されたのだと。で、ソアラという社名は英語で高級グライダーを意味しており、高速道路を飛ぶように優雅に走る姿をイメージしてデザインされている。そのためボディは5ナンバーサイズに収められており、全高も1360m で低めで、直列6気筒エンジンの縦置きを搭載するためにボンネットの長いロングノーズスタイルを採用した。で、外形は前期の 450SLC や6シリーズ同様、独立したトランクスペースを備えていた。他、サイドウィンドウ周辺の長さを全部両側60%、後部座席40%で印に分けたことで、従来のクーペに比べて後部座席のウィンドウが広く、快適で、贅沢な室内空間を持ちている。で、同い年に登場したスポーティー仕様の2代目セリカ XX とは、デザインの方向性が明らかに異なっている。で、内装も豪華で、2800GT エクストラでは、シートで毛足の長いモケット張りとなる、メーターには先進的なデジタルタイプを採用。手動式ポンプで空気を調整し、バックレストの張り出しを調整できる、リア式ランバーサポートも設置している。で、直列6気筒エンジンは、1980cc の SOEC と 2759cc の DOEC を設定。2800GT が搭載する高級の最高出力は175馬力に達し、トヨタセンチュリーなど大型高級車をしのぐと、当時の乗用車エンジンが最も高出力となった。排気ガス規制に対応したエンジンとしては初めてで、規制前に初代日産 VRZ432 や同じく日産スカイライン 2000GTR が打ち出した165馬力を生まれ、気持ちのいい加速性能でも注目を浴びた車だったんですね。で、この車両型式が Z10、Z11、Z12 として昭和56年2月から昭和61年1月まで販売されました。で、生産台数が87,963台でしたね。で、これの一番お安い価格で申し上げまして、2000VI、これが175万4000円でした。で、高めなものでも、3.0GT リミネット、これが378万4000円でございました。まあ、400万近くしたんですね。ただ当時はまあこういう400万近くした車でも、まあ、うちのこうバブルの時代へとなっていったので、まあ、売れに売れたんですね。あの、売れて、で、この2代目、この2代目が出てきた時、さらに売れたんですよ。だから、すごいですよね。200万から400万の車が平気でバンバン売れたんですからね。まあ、考えられないような、今からしたら考えられない時代ですけど、まあ、この時はいかにすごい車だったかってことですよ。このソアラというのはね、もうトヨタの誇る最高級のもうクーペだと言っても、まあ、過言ではない。で、後に、レクサスグランドとかね、なりましたから、まあ、この車がいかに、まあ、素晴らしい、車であったかということを、まあ、伺い知れる、そういう、希少車ではないかとも言える、まあ、そういう車じゃないかなと思います。で、これは、上の方がこうね、これサンルーフがついてるんですよ、これね。サンルーフがこうやってついて、今では珍しいやつですね。で、ここに、こういう風に開けることができ、内装もこういう風になってて、ここにジュンって書いてあるんですね。多分、ジュン君が、乗ってた車なんですね。まあ、そういうジュン君も今ではジュンさんになりましてね。もうおじさんです、みたいなね。まあ、衝撃が走ったのと同じですよ。ソアラが衝撃を走ったのと同じようにね、ジュンさんもね、ジュン君も年を取って、ね、おじさんになりました。
下手したらおじいさんですよね。衝撃が走りましたので、まあね、そういうわけでございますよ、世の中ってのはね。だからまああれですよ、まあなかなかの、いい車でね、こう非常にある意味そういうところでもこう時代を感じるような、そういう車ではないかなというふうに、思いますね。というわけでどうもありがとうございました。